一、淡水風景一、1935年、木藩油彩19センチ ×24 センチ、古人像、淡水礼拝堂後方の小山の上に立った陳朝派の目に映る町の風景は、調和の取れたコントラストを呈している、 空と川の水面が浅い青緑色である一方、屋根瓦、レンガベ木の幹、半線はどんよりとした紅色だ。淡水特有の塩の香りがする湿った空気が絵の中に湧き上がる。岸の景色を描く合法な線が躍動する一方、 遠くの山水はひっそりと押し黙ったままである。川に浮かぶ船が水面に静かに影を移し、木の小の揺れがそよ風の陰湯になっている。赤色と緑色の融合、銅と性の衝突が独特の美観を生み出す。瞬殺の技法により、 樹幹には油絵の具の大きな青緑が描かれ同色の源空からは旺盛な生命力が解き放たれている1樹木若々しく盛んに枝を広げる一本の広葉樹が近景に陣取っている木の周りの背の低い植物も躍動的である 軽やかな筆によって描かれた木の右側の揺れる影が小をなでるそよ風を暗示している。2線図い淡水を主題とした陳朝派の他の作品と比べるとこの小型の木製パネル画の筆の運びは複雑で油絵の具も重厚である。上海から台湾へ戻った陳朝派は 中国水墨画からの衝撃を受けていたが、それがこの絵の構想にも影響を与え、線の動きに特に気を使わせることになったのかもしれない。三、反船ジャンク船が水面をゆっくりと進んでいる。河川運送、近海漁業、遠洋航海など、 さまざまな用途に利用されたジャンク船は数百年前からすでに淡水加工を航行していた。陳潮波は帆船と陸上の建築物の色をあえて同じ赤レンガ色にしているが、これは両者に折り重なる重厚な歴史の因由になっているのかもしれない。4. サス。 水面に描かれている浅緑色の部分は、緑色植物に覆われたサスである。台湾文学者の王醤油の作品、淡水川のさざ波には、静かに横たわっている緑の中洲という淡水川の描写があり、また、清らかな川の流れや多彩な街の風景が、 夢の殿堂にまばゆいばかりの乙姫のもっそうを飾る天聖の色彩であるとも記されている。陳長派の心に映る淡水の色も同様だったのではないか。五観音山観音山の南麓が画面右側の円形に入っている。 湿気と暖かい日差しに包まれた対岸の山肌は潤いのある黄緑色に染められている。明るく暖かな色合いが近景の樹幹とつながり大自然の力が遠近の間で躍動している。六、淡水礼拝堂淡水礼拝堂の時計塔が 体重の背後に控えめに輪郭を表している。陳潮派の感覚の中では小さな町にそびえるゴシック風の戦闘もそれほど際立った存在ではなかったようである。一方洋館の赤レンガは周囲の敏南式建築の瓦の色と溶け合うことで全体的な調和を生み出している。